ガスポープはアメリカ合衆国の陸上競技選手である。彼は1920年に開催されたアントワープオリンピックの円盤投げで銅メダルを獲得した。ガスポープは円盤投げで2回連続のオリンピック出場を果たしている。アントワープオリンピックでは予選を3位で通過した後、決勝ではフィンランド代表のエルマーにクランダー。 アルマスタイパレノニ選手に続いて42メートル13センチの記録で銅メダルを獲得した。ワシントン大学の学生だったポープはアントワープオリンピックの翌年、1921年に開催された第1回 NCWA 陸上競技選手権で円盤投げと砲丸投げで優勝している。同年の円盤投げ世界ランキングで彼は1位となった。 1924年パリオリンピックでは円盤投げ予選のグループ B で1位となって決勝に進んだ。決勝では44メートル42センチを投げて4位の結果を残した。アスレチックスアットザ1920アントウェルペンサマーゲームズメンズディスカススローハットアスレチックスアットザ1924パリサマーゲームズメンズディスカススローありがとうございます。